おはようございます。大沼ゆうきです。本日は8月29日、今7時25分ですね。気温はもう29度になってます。今日はですね、この東京の名所いろいろと回ってですね、皆さんにご紹介したいなと思っております。まあ、ただ一人だとこれを紹介するの難しいので、今日は特別にカメラマンさんに来ていただきました。松本誠くんです。どうもおはようございます。もう朝のテンションですね、完全に寝起きのテンションです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速この東京の名所いろいろと回ってみたいなと思うんですけれども、東京じゃね、やはりね規模が小さいと最近思ってまして、うん、今朝企画を変えることにしました。は、東京という括りを飛び出したいなと思って。ちょっと待ってください。今日は、うん、今日はあの写真撮影で来たんですけど。なるほどね。うん。東京じゃないんだ。今写真撮ってもらうんだけど、東京という括りを超えて、日本を回ろうと思います。ちょっと待ってください。え、どういうことですか。日本地図ちょっとね、今朝思いついたので、とても雑なものではありますけど、日本地図を用意しました。ちっちゃ、うん、手のひらと同じぐらいの大きさですね。ちっちゃ、この中これ全部を回るのは当然無理なので、今からこれを行き先を決めたいと思います。ダーツの旅ってあるでしょ。はい、ダーツの旅、はい、知ってます。ダーツで行き先を決める、それをやりたいと思います。ふざけんなよ。おい、聞いてねえよ。し、なんだそれ。ダーツがないので、ボールペンで刺してる。雑だろそれ。雑だよ。ボールペンで刺さったところに行きたいと思います。何それ。よろしいですか。いや、よろしくないでしょ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと何これ。松本君、これを持ってもらって、僕はこのカメラを持ちたいと思います。おかしいでしょ。さあ早速もう決めますよ。もう死の子の言わずに刺しますよ。じゃあお願いします。はい、行きますよ。おい何してんだよ。ちょよだれ出ちゃったし。うわ、緊張するわ。行くよ。はいはいはい、どうぞ。うーん、変なとこ当てないでくださいよ。北海道とか。うわっ、どこ。何、海だけど、ここですね。見ていただいて大丈夫です。どうぞ。ただこれはもう新潟ということにしましょうか。これはそうですね、新潟寄りですからね。新潟のこの陸地のここら辺に行ってみましょう。ここら辺に。新潟といえばお米。お米ですね。そうそう。ではこのままもう早速新潟県に行きたいと思います。本当に行くんだこれ。行くよ、時間はないよ。じゃあ時間がないよと行ってきます。